皆さんこんにちは。こんにちは。久保田選手、藤岡選手が FC ギフト契約更新したみたいね。いやー、びっくりしたのだ。昨日動画を投稿してから数時間後に久保田選手の発表があったからね。賢い兄貴姉貴たちはクリスマスあたりにサプライズ発表があるんじゃないかって予想してたみたいだね。あなたは予想してなかったの？二人とも移籍すると思ってたからクリスマス後に発表かなと思ってたのだ。こんな写真を用意してたんだから結構前に藤岡選手の契約は決まってたのかもしれないわね。久保田選手がいないってことは最近話がまとまったってことかな。いろいろ予想するのも面白いね。これで年内の発表は終わりかしら。意表をついてもう一つまみって可能性もなくはないけど、来年じゃないかな。年明け以降の話題がなくなっちゃうし。それにしても岐阜のエンタメ力はすごいね。優秀なアドバイザーがいるのかしら。多分たまたまなのだ。ちょっとちょっと、いたら変なタイミングで薄っぺらなクラブフィロソフィー制定のお知らせは出さないのだ。随分と根に持ってるのね。そういえば今日ギフィーのおうちで販売されたっている 2022FC ギフ副館ってのが人気だったみたいね。オンライン35巻、現地販売15巻が全部売れたの？すごいね。これなら10万にしてもっといいの入れてもよかったね。例えばどんなものを？小松社長と未来を語り合える権利。やっぱり持ってるじゃない。